神栖市では地域外から移住してきて神栖市と一緒に観光客を増やすために活動してくれる方を募集中です。活動イメージは3年間最長の活動になっていて、まず1年目には神栖のことをよく知ってもらうために SNS の情報発信を中心に活動してもらいます。2年目からは神栖のことを知ってもらった上でどういったことが企画できるかなというところを市と一緒に考えていってもらいます。3年目には実際にこの考えた企画を市と一緒に実現させていただくために活動してもらいます。神栖市の観光資源は例えば海であれば海岸はもちろんのこと、千人画廊だったりとか松林だったりとかいろいろ海だけでもあります。それ以外にも工場夜景だったりフィルムコミッションといっていろいろなロケ地になっていたりするところもあります。もちろんピーマンだったりとかサバだったりとか農産物でも有名なところがあります。ただこれらを上手に活かしきれてないかなっていうところがあるので、協力隊になった方にはそれらを活かす活動をしていただきたいと考えています。求める人材像としては一緒に活動していくのでやっぱり元気があって活動力がある人がいいと考えています。あとは地域の外から神栖市のことを見てもらってっていうところが大事なので、自分の考えを小さなことでも伝えてくれるような方、そういった気づきがある方が来てくれるととても嬉しいです。応募方法は神栖市などのホームページをご覧いただいて必要な書類を応募していただくことになります。応募の受付自体はメールかもしくは郵送で行っているのでコロナ対策もバッチリです。締め切りについては6月の28日が締め切りとなっていますのでお間違いないようお願いします。選考方法は一次審査が書類、二次審査がプレゼンテーションも含めた面接となっています。特にプレゼンテーションでは今のあなたが考える神栖市の地域資源の活用方法を考えていただくところになりますので、ぜひあなたの熱い思いをぶつけてください。神栖市ってどこっていう方だったりとか、まだまだ知らないっていう方も多いと思います。もちろんそれを活動を通して知っていただくために来ていただくんですけれども、それよりもまず先にあなたに知ってもらうことも大事だと思うので、もしわからないことがあったら私佐藤までご連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。